続いてはアドベンチャーワールドの飼育スタッフが他の動物園にやってきた時に他の動物を見分けることができるのか検証していきます。本日はバイオパークの彩香ちゃんにお手伝いしていただきます。お願いします。お願いします。本日は彩香ちゃんにカピバラの写真を3等分撮影していただいておりますので、1人1頭写真を見て個体を探していきます。でその後に写真撮影をしまして、3頭揃った後に写真を持っていきまして、正解していたかどうかを正解発表していただきます。ちなみにカピバラってこちら何頭ぐらいいるんですか？展示場だけで12頭います。12頭いるうちの3頭を見つける。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、では、はい、行きましょうか。はい、レッツゴー。じゃあ1頭目お願いします。この子です。はい、難しい。隅々まで見てください。隅々まで。顔だけで、はい、できるかな。なんかでもちょっと小さそうですね、他のカピバラに比べて。あ、でも言わないでください。ヒントなしで探します。自分で言った。はい、ありがとうございます。超的。でもすごい綺麗な、なんか卵っぽった顔。いい気すんねんけどな。違うって言いに来たわ。ごめん。自分か。担当してる。担当してる。ホラーを主に担当しますと、ホワイトタイガーにとアムルトラ3頭なんですけども、体の大きさとかが全然違うので、もう本当見た瞬間に分かります。ホースを、あまり担当することはないから、ちょっと難しいんじゃないですか今回の。結構ね、難しいです。全然分からない。分からん。どのあたりが花？この鼻のピンク、鼻水です。ちょっとさ、うん、多分この子です。はい、じゃあ写真を、写真、この子とツーショットを撮ってください。はい、2投目。この子。他写真ないですか？はい、これ1枚で頑張ってください。はい、わかりました。はい、はい、頑張ります。はい。二頭目は山内さん。はい。ちょっとね、最初に見たとき、ちょっと耳と、この、ほっぺたのところが特徴的かなと思います。あと顔の形が、しっかり、はっきりした骨格だなと思うので、このあたりで、探していきます。目が、クリクリで、かわいい個体ですね。よし、頑張るぞ。やりました、2投目。ちょっと待って。あ、やばい。すごいね。あ、すごい勢いで。やばい。このカピバラが飛び込む様子を普段こんなに近くで見ることできないので、そこはすごいテンション上がってます。あ、1頭来ました、1頭来ました。はい、はい、じゃあ、じゃあこの子で、いいですか？写真撮らないといけない。自撮りこの子さっきのやつちゃいます、ね、ちょっと待って。早い。めっちゃいい写真でも。まるでプーマかのような。その子にしますか？じゃあ、はい、もうこの子にします。これ西崎さんのじゃないですよね？濃い、めっちゃ顔が濃いですよね、うん、あ、でも西崎さんが合ってるとは限らない。そうですよね。まあ、はい、じゃあどっちかは間違ってるということで、かもしれん。はい、じゃあ私この子にします。3投目この子です。あ、でもなんかちょっと特徴が、これは傷ですか？なんかついてる。そうですね。ごめんなさい。了解です。ありがとうございます。はい。はい、3投目、じゃあこの子、はい、探します。3投目。この子ちょっと見た感じ、耳が結構切れてるので、うん、耳切れてる子探して、多分怪我してるんで、口のあたり怪我してるんで、その傷跡をちょっと探していきたいと思います。はい。ただ全然カピバラが、でもこの子耳切れてないんですよ。切れてるんじゃない、折りたたまれてるだけでした。カ
ピバラがそもそもいない。あ、でもこの子はちょっと耳の感じが絶対違う気がする。おならした、おならした。耳の感じが違うと思います。普段テルさん動物を見分けるときってどんな風にされてるんですか？例えばワオキツネザルだったら顔の模様とあと毛の色、あとは体格差と、あとはワオキツネザル結構関係性があるので一頭見分けがつきやすい個体がいたらその近くにいる仲良しだからこの子とかそういうので見てたり、あと鳥だと足に印種つけてるのでその色で判別したりしてます。なるほど。カピバラは一緒にエリアにいるんですけど5頭しかいないのでこんなにたくさんの中から見分けるっていうのは初めてなのでちょっと全く自信がありません。もう分かりましたか？3頭目の。おー、 OK です。ありがとうございます。じゃあこれで3頭すべて、はい、はい、出揃いました。あの子です、あの子です。あの子ですか？あの子ですね。あの子ですか？あの子、あの子です。あの子。あの子です。ちょっと、あの子です。写真欲しい。じゃあちょっと、入っていただいて。潜っていただいて。ツーショット。ツーショット無理でしょ。ツーショットがルールで。ツーショットがルール。これ誰か撮ってください、これ。では、3頭探し終わりました。で、写真も撮ってきましたので、うん、今からこちら見ていただいて正解発表していただきます。はい、はい、では、お願いします。まず、私のこちらのカピバラから。じゃあ、この子です。映ってますね、ちゃんと。じゃあ3頭目。あ、ちょっとなんかわかりますか、これ。はい、はい、これです。おお。じゃあ正解発表お願いします。じゃん。でん。いません。難しい。ちなみに、ちなみにこのまるで飛び込むこの躍動的な彼でしたか？彼女です。正解。彼ではなく彼女なんです。彼じゃなかったです。性別ちょっと嬉しい。性別も間違えたし答えも間違えた。ちょっとこれ企画倒れな感じがしちゃいましたけど、はい、ではもう居残りです。はい、3人で当ててください。1枚目の子が一番特徴あるので、はい、あの、ああるね、いや、いいです、いいです。あの、はいはい、特徴がとっても伝わる、はいはい、写真なので、はい、じゃあ残り3分で、はい、はいはい、3人で頑張って1枚目のカピバラを探しましょう。飼育員っぽい。どういうところが特徴的だ？でも多分正面の写真で顔が特徴的ある、顔じゃない、特徴が写ってるっていうことは多分顔か前足か耳でしょ。いや、耳分かんなかったです。だってさっきもあの子だって言ったのに違った。爪は爪なんかこの鼻もここだけ濡れてるのも違いますか？なんかあるのかな。違いますね。結構お客さんとかだと全体の顔見たりとかするんですけど、表情だったりなんですけど、目、そういうなんか目の周りの白さが、なるほど、あ、ここのアイシャドウ塗ってるみたいな、ここの毛の、他の個体が、ちょっと分かりやすいですね。右の爪の第四子があるんですね。右の爪の第四子が、そうですかね。じゃあ一回そのおのおのの条件で調べてみよう。はい、探しましょう。ちょうどカピバラが戻ってきてきたので。難しいです。ちょっとだけヒント。ヒントですか？基本的に私たちがカピバラを見分けているポイントっていうのは、
か傷だったりとか、あと爪の形だったりとか、あと目と鼻の感覚だったりとかで、あの見分けてるのでぜひそこら辺を頼りに、はい、はい、見ていただければと思います、はい、ありがとうございます結構基本的なことかもしれないですけど、そう思ってやっぱこの子ちょっと今ずらすこと、ここはね絶対に当てないとちょっと待ってぽいでぽいでぽいで、めっちゃぽいで、あ、ここに鼻の傷がありますけど、この子ありますよ、くないですか、あ、でもここちょっと黒っぽいの、これあ、こっか、あ、うん、これこの子、この子や、絶対この子あ、じゃあ正解を、あの、ほらだって正式に第4章、ほらじゃあ3人で撮りますか、社長、うん、ちょっとじゃあ3人で、あの、この子、あ、ありがとうございます、すみません、はい、お願いします、はい、撮ります、はい、スキル、あ、ゴロンしてる正解発表お願いします、正解です、やったーやったー、やったー、ってことは水入ってないってことですね、この子は濡れてるんですよね、ずっとそばでうろうろしてましたここだよって言ってくれたよね、私だよって言いました、で、この子、まどかちゃんって言います、はい、まどかちゃん、特徴はちなみに、特徴はここの鼻の傷が特徴です、はいはいはい、で他の子たちよりもここの鼻の幅が狭いんですよね、オーラがもう穏やかな、オーラ清楚系の感じの小木原さんなので、はい、美人さん、なんとか最後当てることできたので、はい、これでじゃあアドベンチャーワールドのシックスパックの威厳も守れたかな長崎バイオパークの公式 YouTube にもカピバラの見分け方動画っていうのがありますので、そちら見ていただいて来られた際はぜひ皆様もカピバラの個体識別にチャレンジしてみてください、ではありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとう。